では鴨のもも肉のコンフィを作っていきます。まあ、コンフィとは、まあ、油で煮ていくことなんですけれども、普通に焼いたりオーブンに入れたりするのと何が違うかっていうと、油で煮込んでいくんで、まあ、圧倒的に柔らかく仕上がります。なかなか馴染みのない料理かもしれないんですけど、大変美味しいのでチャレンジしてみてください。ではまず岩塩を用意してください。まあ、岩塩というか粗塩ですね。粗塩、それに黒胡椒を入れます。この黒胡椒は押しつぶしてください。次にローリエを入れます。ローリエもちぎっていってください。結構小さくちぎります。あと次タイムですね。タイムも小さくちぎってください。まあこういうふうに引くようにすると葉っぱだけ取れるんで。あとクローブですね。長寿も入れます。でこうよく混ぜてください。こういうものです。では鴨のもも肉を掃除します。まだ毛がついてたりするんで、まあ、そんなについてないですけど、毛をこの骨抜き、またピンセットみたいなもので取ってください。毛を取りましたら、ここのもものこの部分に油がすごいついてるんで、この油を剥がしていきます。ある程度取れたら、あとはハサミでこの肉の面に沿って切っていきます。こんな感じですね。はい、そうしましたら先ほどの鴨をマリネしていきます。粗塩とハーブでマリネしていきます。まずこういう器ですね、タッパーに少しだけ入れます。そしたら鴨を入れます。あとは上から覆うように乗せていきます。これでだいたい20時間ぐらいですかね、置いてください。まあこの塩の乗り方が時間によって変わってくるんで、まあお好みで調節してください。では先ほどの鴨が20時間経ちました。これを洗っていきます。洗うというよりは塩を落としていきます。よく塩を洗い流したら一旦布で水気を切ってください。では先ほどの鴨を油で煮ていくんですけれども、この温度はだいたい80度から85度ぐらいに保ってください。ニンニクの香りをつけたい方はちょっとニンニクを入れるといいと思います。じゃあ鴨を入れますね。ちょっと埋まるぐらいの感じで入れていきます。でこういうふうに温度計をこうセットして85度を保ってください。でもしこれめんどくさい人は
オーブンを85度にしてだいたい5、6時間煮込んでください。5、6時間するとすごく柔らかくなります。5時間煮終わった鴨を冷やしたものです。冷蔵庫で冷やしたものです。このように固まって真空状態になるんで、冷蔵庫で少し保存することもできます。ではこのラードを崩して取り出します。先ほど取り出した鴨のもも肉ですけど、このまま焼くことはできないので冷たくて、オーブンで一度温めます。160度のオーブンで約10分温めます。ではその入れてる間に、次ですね、じゃがいも、付け合わせのじゃがいもを炒めていきますけど、このじゃがいも先ほどまで水にさらしておきました。ひっつかないように。それを布でこう水をきれいに切ってください。フライパンにサラダ油を敷きます。ちょっと多めに敷いてくださいね。これでじゃがいもを入れます。だいたい中火ぐらいですね。強火だと一気に焦げてしまうんで、このサラダ油でじゃがいもの中まで火を入れてください。ただ両面きれいに色づくまで焼いてください。先ほどまで中火だったんですけど、この後一気に色づいてくるんで少し火を下げてくださいね。弱火にしました。焼き色がついたものからこうひっくり返すようにしてください。こう動かしている理由は、やっぱりガスだと火の当たりどころというんですか、この火の強さがガスによって全然違うんで、こう動かしてます。では両面きれいに焼けたんで、一旦ザルに開けます。この油を切りますね。今度はバターを少し落として玉ねぎのスライスを炒めます。透明感が出てきて炒まったら、次にもう少しバターを落として先ほどのじゃがいもを絡めていきます。バターが十分に絡まったら塩で味を整えます。で最後パセリのみじん切りを入れて、付け合わせのじゃがいものソテーが出来上がりです。出来上がりました。はい、では10分経ったんで、先ほどの鴨のもも肉を取り出します。これをフライパンで皮面をカリッと焼いていくんですけど、先ほどのラードを使ってください。少し多めのラードで、なんて言うでしょう、半分、まあ揚げるじゃないですけど、まあソテーしながら揚げるような感じで、ちょっと多めの油でやってください。こうたまにちょっと斜めにしたりして、火加減は中火です。ではいい感じに皮が焼けてきたんで、反対に返しますね。反対側をあまり長時間焼いてると硬くなってしまうんで、皮面はパリッとさした方がいいんですけど、中はしっとりさ
させるために軽く焼いてください。もういいでしょう、これで。出来上がりです。皮はパリッと、中はしっとり、柔らかな鴨肉のコンフィ、すごく美味しいので、ぜひチャレンジしてみてください。